風呂吹き大根風呂吹きは、野菜等を大きく切って、茹でたり煮たり、蒸したものに練り味噌をかけて食べる日本料理。冬の季語。大根や、株、冬瓜や柿の実などが用いられ、風呂吹き大根や、株の風呂吹き、柿の風呂吹きなどと呼ばれ、いずれも熱いものを食べる。名前の由来には、諸説ある。漆器職人は、漆風呂で漆を乾燥させるところ、冬は、 乾きが悪くて困っていた。そこで、大根の茹で汁を切り拭きすれば良いと教えられ、その通りにするとうまくいった。この時、茹で汁を取るため、茹でた大根お味噌をつけて、食べるようになったというもの。また、虫風呂で赤をこすり取る人を、風呂吹きと言い,い、風呂吹きを食べる様子が息を吹きかけながら、赤を飛ばす風呂吹きに似ているという説や、風呂を沸かすのに息を吹きかける様子が似ているからという。 説もある。大根やカブは食器に合わせて大きく切り皮を剥く。米の研ぎ汁で下茹でする。これは省略しても構わない。だしに醤油か塩を混ぜて柔らかくなるまで煮る。練り味噌を作る。味噌に卵黄や砂糖、みりん、酒を入れ練り上げる。柚子の皮も加える。大根やカブを熱いままで食器に盛り付け、熱い練り味噌をかけて提供する。 生の甘柿の実を、ヘタを取り除き皮を剥く。柔らかくなるまでふかす。練り味噌を作る。味噌に、柚子の皮を加え温める。柿を熱いままで盛り付け、熱い練り味噌をかけ、柚子の皮を天盛りにして提供する。ありがとうございます。